法家は中国戦国時代の諸主百科の一つ。特治主義を説く十家と異なり、法治主義を説いた。主な書物に、反彦、漢子》、《昇君書がある。法家とは、十家の述べる特治のような新章の基準が異性者の死意で、あるような統治ではなく、厳格な法という、定まった基準によって、国家を治めるべしという立場である。真の高校に仕えた、王や。 漢の王族の漢比がよく知られている。昭王は戦国の七王に数えられた旗に使え、軍権制に見られるような放火思想に立脚した中央集権的な統治体制を整え、旗の大国化に貢献した。漢比は新商出伐の徹底と法と術と用いた国家運営を説いた。また、漢比は矛盾やシュ待ちうさぎといった説話を用いて、 儒家を批判したことでも知られる。中国統一を果たした始皇帝も、最小として李氏を投与し、放火思想による統治を実施した。しかしながら、旗において法が厳格すぎたが、ゆえのエピソードとして以下のものがある。放火の思想は、旗が滅びた後の漢王朝や歴代王朝にも、表立っては掲げないものの受け継がれていった。とりわけ寛大初期には、 放火と銅火が混ざったような功労思想が流行した。また、李氏の孫弟子にあたるかよしみの著作には、儒家思想と混ざった形での放火思想が説かれている。20世紀以降、旗の法制にまつわる進出文献が複数発見された。例えば、1975年の水戸地旗館、2002年の里や旗館などがある。法事の辞儀について、 中国法学者の宇田川幸則は以下のように説明している。現在、私たちが使う法という漢字は、かつては、と表記されていた。説問開示によれば、とは真実を知るの判断に基づいて、争いを公平に解決することであり、正しくないものを追放することであるという。他法塞は、に、不自と判定されたものを放逐するための手段との理解に立つ説や、 聖者を見分けるがいなくなると治安が乱れることから、が立ち去らないように水堀で囲んだことに由来するとの説などがある。しかし、いずれの説も、とは、が聖者を見分けることによって紛争が解決され、それにより秩序が維持され安定がもたらされるという理解に立つ点は共通しており、この点は放火思想の基本的な考え方につながっている。ありがとうございます。